はい、それでは本日から Z4 という出ていないゲームの絵柄になっていますが、この音はデータックのドラゴンボール Z セールゲーム、セールゲームじゃねえ、天下一武道会の音楽です。もちろん絵柄もそうです。絵柄は違いますよ。違うわ、悟空のこのカットインだけは合ってるわ。で、セル誕生。いやー、この音楽はアニメのよくありましたね。で、前回のバトルで基本回復カード全部使っちまったんで、それを手に入れる、マップでまず調べて、で、目指すセルの場所はさっきの一番左上のところです。で、また面白い敵が出てきてます。で、悟空が離脱したことで、亀仙人と父がまた入りました。カイワレマン、カイ、これもまた新しい。父はまだ馬鐘戦を売られた上で、それを父に使わないと技を進化させること自体ができませんので、使うだけ先に使っておきます。ゴリン、あの小倉優子の星じゃないですよ。ゴリン星っていうあれじゃないですよ。間違えた。ゴリン星っていうの知っとる人がいるかいな、果たして。天然マン、ちょっと上に上げよう。まあ1800も食らわせりゃな、倒せるか。本当あの神経衰弱は運の要素もありますけれども、
最大で4枚。1,2,4 の取れる確率というかラインナップですんで、それの中にもし上限マックスのカードがあればそれだけでクレジットになってくれますんで、調子です、調整するか、あれ、今204になりましたが、204まで行きましたら C ランクアップが今1枚ありますんで、こいつを買うとこの B ランクアップを作ることができます。はい、Bランクアップ。で、こいつを、ね、どこに行っとんね。こいつを使うことで、Bランクが、今現在2枚なのが、3枚に増やすことができます。これを繰り返して、最終的に A、B、C も、S も7枚にすることができます。まあ、それかなり先なんですけどね。こちらも一応何気に蛇姫ありがたかったからな
7のカットインはこの人が多分初めてじゃないか作ったの。宮内浩平さんと郷里大輔だ。両方とも亡くなられたんだよな。じゃあ進んでいきましょう。
画風風景はやっと200目前にまでなったってところだな。そういえば神田沙也加さんの死因が自殺だとかっていうんで、前田武久さんが、あ、前山だった、その自殺のとどめの一撃を食らわしたってんで結構ネットで大騒ぎされてますけれども、本当にあれ自殺と確定された場合、確かにあれはもうとどめになったのは間違いないでしょうが、もし自殺じゃなかった場合、今度は逆に自殺する人一人増やすことになるかもしれませんよ。あらぬ疑いをかけてるわけですから。本当にあれを見てね、木村花さんや三浦春馬さん何のために亡くなったんだっていうぐらい同じことを皆さんされてます。本当にね、全く皆さん学習されてないんですね。広金健志さんの漫画にもあったな、
人という生き物は唯一反省する生き物であれば唯一学習し、あ、違うわ。どっちだっけ？あ、そうだ。唯一学習はするが唯一反省しない人間である。特についでに今回、神田沙也加さんの事件の対して、とどめを刺したっていう人をぶったたくっていう人も、だったらその人たちに聞きます。あなた方の人生をかけて、あなた方の人生を棒にして、あなた方の人生これから先真っ暗闇にしたとしても、その人をぶったたくための価値がありますか？あなたの人生クラスの価値が、そのぶったたく行為にありますか？あるんならやってください。なければ今すぐやめなさい。出なければ死因不明の遺体がまたもう一体増えることになりますよ。結構ここまで来るといっぱいカード落としてくれますな。それに皆さんが騒いだところで神田沙也加さんが生き返るわけでもあるまいし、冷静になってください。本当にその人を叩いてその人を自殺させることで神田沙也加さん生き返りますか？生き返らないでしょ。やるだけ無駄です。200回目のプロポーズ、200回目のプロポーズじゃなくて200回目の早期だ。でも多分神田沙也加さんの
ためにと思って原因を作った人をぶったたいてる人も 100% 神田沙也加さんのためではありません。なぜかといえばコロナウイルスのねストレスの解消ですよ。自分たちがコロナのストレスを抱え込んで、なんかストレスの発散先ねえかなって思って、ちょうどその事件に、その事件を見たっていうことで叩いた。それだけですよ。単なる自分のコロナストレスの解消の吐け口に選ばれただけです。あとローソンのツナマヨおにぎりで小林シェフを叩いてる人、その人も全く同じです。全くもってローソンを救おうだなんて考えてません。自分のコロナストレスの発散先を見つけたってだけ、たかだかそれだけです。そんな薄い理由でぶったたいてるから、時期が過ぎれば誰も見ません。小林、ツナマヨおにぎり、あの見向きもせずに判断したやつだったっけ。それがどうした、たったそれ、関係ありませんってみんなが忘れた後にはそのぐらいの程度で終わりますよ。またはそのシェフが自殺したらもうそこで終わり、信念も何もなくって、ただ自分のコロナストレスの発散ができた、的が消えた、さて次の的はどこかなって探すだけですよ。本当つまんないっすよね。本当にそんな信念も何もなく、だからか自分のコロナストレス発散のためだけに使われる人もかわいそうだ。最長老分ポイントをもらえた。これで回復してこの面はクリアといたしましょう。本当にあの神田沙也加さんのためじゃなくって、自分のコロナストレス発散のために相手を叩いてるような人やめましょう。本当に地下室なんてあったのかな。どうやって探す。この辺りを一遍吹き飛ばしてしまおうか。
チャオズ、みんな下がって。天津飯とチャオズは気候波で辺りを吹き飛ばした。皆さん、ありました、多分ここですよ。さ、行ってみましょう。みんな気をつけろ。ここに当たり、明かりのスイッチがあります。トランクスは部屋の明かりをつけた。ちくしょう、これがそのコンピュータか。これはフリーザクの悪しきデータがありました。あいつらが地球に来た時の いつの間にかデータを収集されていたのか。皆さん、これを見てください。こいつがきっとセルになるんですよ。こいつが武道家の武道の達人たちの細胞を集めたやつか。俺は悟空のも入ってるんだ。見るのも忌々しいぜ。早いとここの地下研究所ごと、トランクス、早いとここの地下研究所、地下研究所ごと破壊するぞ。ちょっと待ってください。トランクスは17号の設計図を見つけた。これを母さんに見せてもらえば、見てもらえば、もしかして17号たちの弱点がつかめるかもしれませんよ。他にはないのか。あとはあまり役に立ちそうにありませんね。よし、じゃあこの地下研究所ごとぶっ壊しちまおう。きょ、なぜこやつらが。孫悟空はいないのか。お前たちはあの時倒したはずなのに。ドクターゲロの技術によって復活したのだ。私ほどではないが、あいつもなかなか。こいつら何なんです。何をごちゃごちゃ言ってるんだな。お前たちを倒して今度こそ孫悟空の肉体を手に入れてやる。一つ言葉を飛ばしてしまった。セリフ壊し。さて、トットはどんぐらいのやつらだ。スカウター、6200 4600 6500で、まあ、ちゃんと回復もしてるんで、一応まだこの前よりはやりやすいはずこの前というか昨日よりはSecure 193。馬から象に変わっとる。
たらめに。待てよ、こっちでなくても。避けやがった。15のために、強化移動、クリリンと父だけしか参加できないときてる。
中回復が少ないなと思ったら父にあれつけてねえや。あいつは超能力効かないっていうのがあんのかっていうぐらい避けてくれるな。とりあえずこれで動きを止められるのは少しは防げた。その使い手だったのか。
イシジキ様。何もせずに落とされただけでした。最後の1体にまで減らせたぞ。946すぎになるな。千二。
相変わらず基本回復を全部使っちゃったよ。ドクターゲロ、なんか嫌な予感がする。それはそうと思いがけない収穫があったな。あの皆さん、この設計図を母さんのところに持って行ってくれませんか。俺、父さんと一緒に修行してみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるなら、俺も。いいけど、ベジータが一緒にやってくれるとは思えねえぞ。俺だってあの父さんとやりたくありませんよ。でも一人でするより対戦しながら修行した方が伸びが、一人でするより対戦しながら修行した方が伸びが早いのは父さんもわかってるはずです。あった、頑張れよ。はい。トランクスはベジータの元へ向かった。俺たちはブルマの家へ急ごう。 Z 戦士たちはブルマとブリーフに博士に事情を説明し、設計図を渡した。こいつはすごいもんだ。足でもわからんことが随分多いのは。それにしても惜しいな。ドクターゲロもこの天才ぶりをもっといい方に早いとこ調べておくよ。お願いします。その頃ピコロはセルの行方を追っていた。あっちか、かすかに気の乱れがある。遅かったか、素早いやつだ。無駄だ無駄だ。そして2日が過ぎ、3日が過ぎていた。例の怪物が今度は南地区48点の大きな町に現れたようです。すでに12のハズ余りが殺害されているという情報も入っています。くそ、今度は南地区か。西の都の方にもすでにかなりの被害が出てるって言ってましたよ。そうだ、こいつで近づけばセルに気を取らず悟られることはない。今度こそ奴が17号たちと合体して完全体になる前に倒しちまおうぜ。ああ、今の俺たちならできる。できるできる。そこですよ、神様と合体してすっごく強くなったピッコロさんがいるんですから。セルはずる賢いやつだ、ずる賢いやつだ。近づいても離れられては探しようがないぞ。父、心配かけて悪かったな。もうすっかり病気は治っちまったみたいだ。ごく、病気は治ったのか。なあ、もう大丈夫だ。夢の中でみんなの話を聞いていた。大体のことは分かってる。またえれえことになっちまったみたいだな。ごく、まさかもう。心配すんな、まだ戦わねえ。今のベジータに勝てねえなら俺にも勝てねえ。だから俺も上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人の上な。スーパーサイヤ人の上を目指すじゃん。そんなことが可能なのか。だが今度のはそれぐらいじゃねえと、とても勝てる相手じゃなさそうだ。1年ほど修行してダメだったら諦める。1年、そんなにかかっては。大丈夫、1年だけど1日で済むところがあるんだ。父、ご飯のやつも連れてってやりてんだが、いいか。ああ、サンキュー。じゃ、行ってくる。どうやったんじゃ。ルルルルって、うわ、ファミコンジャンプ2だ。まだ奴の水町に使うのか。早くするとまだ逃げられちまうぞ。ピーマン、ああ、悟空がいるわな。悟空、お父さん、もうすっかりいいのか。ま、腹は減ってるけどな。腹が悟空らしいや、本当に治ったんだな。あ、もう大丈夫だ。いや、あ、神殺様、名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピコロなんだ。ピコロと呼べばいい。あ、そうか、あ、それじゃあピコロ。ほら、今のままじゃ人造人間にも押せるってやつもとても勝てやしね。だからご飯を連れて修行に行ってくる。たった一日で一年間の修行ができるところな。精神と時の部屋行く気だな。しかしあの部屋で一年間過ごし通せた者は誰もいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったな。ベジータもトランクスも連れてく。あいつらならきっと耐えられる。ならば早く行くんだな。セルは人間をどんどん殺し、どんどん力をつけてきて、17号たちと合体し完全体になられたら厄介だ。ワン、俺らの手を取れ。はっ。悟空、聞かせてくれ。フリーザーよりもとんでもない敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。不謹慎な奴だ。
人が殺され地球が滅亡しそうだって時に、いいのは、悟空はどうやら諦めちゃいないらしい。少しだけ見えてきたぞ、希望が。あいつ、本当にスーパーサイヤ人を超えるかもしれないぜ。悟空さん、なら、毒のせいか。ダメです。父さんは俺もただの厄介者としか見てくれません。修行どころか、その父さんもこの3日間ただじっと立ってるだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきているらしいな。ざまだカカロット、うせろ。そういうな。修行にいい場所知ってんだ。たった一日で一年分の修行ができる場所が神様の部屋にあるんだ。神殿にあるんだ。ほんとか。なあ、ついてこいよ。別に、オラと一緒に修行しようってんじゃねえから。だけど、部屋の定員は二人までだ。時間がねえから、おめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺が先に入る。いいな。なあ。やはり。だろうな、16号。わかるか。奴の隠れている場所は、レーダーには孫悟空のパワーは感じない。だが、あいつが仲間のところへ行っているとしたら、西の都のカプセルコーポレーションか、無天老師の小島だ。なるほど。で、近いのはどっちだ？無天老師の家だ。その頃、悟空たちは神様の神殿に到着していた。カカロットは、なぜ俺にも修行を進める？俺の最終目的は貴様なんだぞ！今度の敵は多分一人では倒せる相手じゃねえ。そいつは、お前も感じづいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張れ。仲良くしろ。頑張ってください。熱い。空気も薄いし、重力も何倍もある。とてつもなく広い。悟空さんが気が狂いそうで1ヶ月も持たなかったって、こういうことなのか。なるほど。これでいい。トランクス、早速始めるぞ。じゃあ、とりあえずここまでにしておきたいと思いますと。本当に。正直、やっとこさ、このゲーム全体の半分過ぎたってところですね。まだまだこれ先長いですよ。では、失礼します。